柔術。柔術は、都主あるいは短い武器による攻防の技法を中心とした日本の武術である。相手を殺傷せずに捕らえたり、護身として身を守ることを重視する流儀の多いことは、他国の武術と比較して大きな特徴である。このような技法は広く研究され、流派が多数存在した。柔術の定義については、流派が数多くあり、技法の内容も、 多したようであるため一概には言えない。しかし、例えば行動官の創始者、加納次五郎は、無手あるいは短期武器を持って、無手あるいは武器を持っている敵を攻撃し、または防御するの術である、と柔術を定義した。過去に母子、侍が使用していた、例外的に、江戸期では、岡っ引きや町道場に習いに行っていた町人や農民が用していた武術、または、それが、 現代までは座が伝わり残っている武術が柔術でもある。大正時代の教本には、およそ我が柔術は、死な、中国に起こりて我が国に伝わりしものであると柔術の起源が中国にあると解説していたが、現代では異論が多い。柔道や愛気道は名称に柔術の子が含まれていないので、時代が進んでその名が広まるにつれて、柔術の一つであるという認識は、 希薄になり、独立した武道としての発展の道へ進んだ。よって、柔術というと、明治一新以前から伝わる、伝統的な古武道の柔術を指す場合が多くなった。ただし、近年では、ブラジリアン柔術、柔術がメディアに登場する機会が増えたため、単に、柔術というと、日本の柔術ではなく、柔道から派生したブラジリアン柔術を指す場合もある。また、 このブラジリアン柔術の特徴によって、柔術イコールブラジリアン柔術イコールネワザという、極めて視野の狭い認識になっていることもある。その他、国際的に、柔術、柔術というと、ヨーロピアン柔術とも呼ばれるジャジフ柔術を指す場合も、多い。朝鮮語においては韓国では、柔道を意味する言葉として、柔道を用いるが、北朝鮮では、柔術を用いる。 戦国時代から、合戦のための武芸である組打ちや、人を捕らえるための捕手などと呼ばれた武芸がすでに行われていた。確認できる最古の流派は、天文元年1532年に竹内久森が開眼し、古、竹内久勝が広めた竹内流である。柔術は江戸時代になってからの呼び名であり、などが柔術の源流である。戦国時代が終わって、 これらの技術が発展し、禅の思想や中国の思想や医学などの影響も受け、江戸時代以降に、自らの技術は単なる力技ではないという意味などを、込めて、柔術、柔道、は、柔らと称する流派が現れ始める、関口新神流、洋神流、紀藤流、両移り新刀流など、中国文化の影響を受け憲法、白田、主白などと称する流派も現れた。 ただしこれらの流派でも読みは柔らであることも多い。また、この時期に伝承に、野牛神影流の影響を受けて、小栗流や両移り神投流等のいくつかの流派が創出されている。この頃、民から渡来した文化人で麻布国政寺に投流していた陳元院が、紀藤流を開いた福野七郎衛門正勝や、三浦与え自衛門義立、磯貝二郎衛門の三人に、 感度の武術を見聞きしたことを伝え、あた神社の境内に建立された、鬼頭流憲法碑には、陳元院が鬼頭流を開くきっかけとなった魔界祖であると明記されており、鬼頭流もそれに習って憲法を伝授されたと記していたが、武道士研究家の高橋健はこれを、後世の虚構であるとしている、陳元院、高橋健の否定説を参照のこと。武者修行の流行とともに、 全国的に、各流派の交流、他流試合が、盛んになり、すでの乱歩用の技が作られ始めた。現在では、どのようなルールで行われていたか不明であるが、真剣勝負の場合以外は、当て身技は除かれたようである。また、乱歩は組打ちに相当する、もの、組打ちの鍛錬になるものともみなされた。これらの乱歩の技術が、現在の柔道の乱取りと試合の源流である。 明治初期に多くの柔術家が藩士難役、師範等の立場を失ったため、柔術は指導されなくなったように言われているが、実際には全国的に地方の村落などで逆に柔術が流行し、娯楽の一種のように受け入れられ大変広まった。特に柔術が盛んだった地方では、一つの村落にいくつもの道場が存在し、集落の若者の大部分が入門していたことが、 様々な記録に残っている。この時期の法能学が多くの実写に残っている。帝国小部会より、野口清一時千占領が、新道六合流柔術の通信教育を行い、日本で初めて柔術の通信教育を実施した。天神市に洋流と、紀藤流を源流とする行動館柔道が創始された。明治時代に、全く新しい柔道が現れて、 古い柔術と対決して、柔術側を打ちまかし、柔術が衰退していったという形で語られることも、たが、これは、やや不正確であり、警視庁での採用を決定するための試合に、行動官が勝利して、警視庁に採用されたこと、警視庁柔術世話係と、学校体育への進出により、行動官柔道が、全国的に広まったのである。警視庁では、 行動館柔道が採用されたことによって、軽子流柔術は指導されなくなった。早々期の行動館の人間は、天神神洋流などの柔術出身者が多く、柔術側からも行動館柔道は、新しい柔術の一流博いに考えられていた、行動館の道場開きに多くの柔術関係者が招かれている。明治後期になり、行動館柔道が全国に広まるにつれ、 試合を行動官のルールで行う、充術道場が増えた。充術が対決で負けて消滅したというより、充術が柔道化していったのである。実際、恒例の柔道家で充術の経験者の人間は未だ存在し、現在は柔道道場であるが、遡ると充術の道場であったところも存在する。逆に、行動官は寝技で不戦流柔術などに何度も負けたため、 寝技を剣することとなったこともある。明治後期に登場し、当時有名となった柔術流派として、武田総閣の大統領愛機柔術がある。武田総閣は道場を持たず、講習会形式で各地の警察署などを回っていた。行動管柔道にはない技法群を持っていることや、武田総閣の卓越した技量が、数々の武道家たちに支持され、後にいくつかの分派を生んでいる。 大統領は、愛気道の源流の一つである。一般的に、柔術、古流柔術は、明治時代に柔道が普及して、すぐに衰退したように思われているが、明治時代の項で書かれているように急激なものではなかった。実際は、地方では、第二次大戦前まで、盛んに行われており、大正前後にはまだ多くの流派で、多数の門人を抱え、発展していた。 柔道というと、地元の柔術流儀を指す場合も多かった、埼玉県での気楽流、奥山年流、新進道流など、古流柔術がさらに衰退した原因として、第二次大戦により多くの継承者が戦死したことや、敗戦後の GHQ 指令による武術禁止の影響で稽古が行われなくなったことなど、挙げられる。現在でも複数の流派の伝承が存続している。 柔道や、空手等の現代武道だけでなく、各種スポーツ競技の普及により、古流柔術が顧みられなくなったり、継承者が危険な古流の技術はもう必要ないの中になったとし、指導をやめる例もあり、古流柔術はまたさらに衰退していく一方で、徐々に復興していく流派もある。明治以降、世界各国に柔術が普及した。構造感が世界各国へと普及する前に、 多くの柔術家が世界各国へ渡った。神道六合流、不戦流、関口流、堤宝山流、神道上げ神流など柔術流派が世界各国へ伝わった。現在、伝わった流派をもとにして、世界各国で独自の流派が開かれている例が多い、アメリカ合衆国、ハワイの断山流、果樹ュケなど、 また現在そのままの名称で伝わっている例も多く、あり、両移り浸透流、関口流、堤宝山流、竹内流、竹内五花流、竹内宝眼流、浸透用浸流、宋水、室流などの流派が世界各国で伝承されている。また、多くの流派で世界各国に支部道場が存在する。それだけではなく、 現在日本で出現したと思われる流派が他国で存続している例も確認されている。また行動管柔道がブラジルへ伝わり、ブラジリアン柔術となったように、海外では行動管柔道や合気道等から新しい柔術流派が生まれることもある。アジア競技大会では2018年、ジャカルタパレンバン大会よりヨーロピアン柔術における NE、 技イコールブラジリアン柔術が正式種目として採用された。柔術から生み出された武道として、柔道、合気道などがある。柔道は、祈祷流、天人神洋流などをもとに、加納ジゴロウが創始した。投げ、固めの技法から、当て身技や武器術も含む技法を網羅した武道を目指したものが柔道であった。前期柔道として、 現代柔道と区別する者もいるが、乱取りが競技化したことにより、組み付いた状態での投げ技と寝技の乱取り稽古に特化し、アテミア大武器の技術は片稽古のみで行われ後に、禁じて反則義とされてしまい形稽古自体さえも全く行わなくなった。さらに、柔道から寝技の勝負へより特化したのが、高線柔道や七艇柔道である。7 三角柔道は、高専柔道ルールを踏襲して、現在も大会が続いている。この流れについては、マスダ・トシの木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかに、詳しく書かれている。マスダはこの中で、加納次五郎はアテミを、段取りの中に取り入れたがっていた。試合では禁止でも、日常のご神術として、行動感はアテミを教えるべきではないのかと、主張している。 松原隆一郎も武道を生きるの中で、誤神性、実践性を失った柔道に問題提起している。明治後期以降、大正、昭和の時代に入っても、実は特に関西異性においては、行動間柔道より、古流柔術が優勢にあったことは、この松田、松原以外にも、井上春羅研究者が、たびたび指摘している。 例えば大正時代後期から昭和前期にかけて5回も、行動館柔道日本一についている、大柔道家、牛島達熊は、熊本時代にはもともと国心流を修行しており、初めて日本一についた時には、行動館の段位を持っていなかった。またこの牛島の弟子で、行動館史上最強と言われる木村雅彦は、昭和12年、 1937年から昭和24年、1949年まで全日本柔道選手権を保持しこの時代を前世とするが、やはり熊本時代に修行したのは竹内三刀流であり、行動官ではない。段位も三段までは、武徳会から隠居されている。また牛島達熊も木村雅彦も、高専柔道をやっていたため、実際には彼らの寝技は、 行動官の寝技ではなく、高専柔道のものであった。このように、行動官中心士官によって、柔術と柔道の歴史は大きく歪められて、伝えられていると指摘されている。明治三十九年、1906年7月、京都の第二本部特会本部にて、行動官の加納寺五郎委員長と、戸塚半上げ新流の戸塚栄美委員、四天竜組打の星野球門委員。 他17名の委員補、総水、出流組内星の巡る第14代流騎兵、不戦流、柔術4代、田辺又上門など柔術重流、市範20名で構成される日本部特会柔術系制定委員会により、加納委員長の提示した当時の行動官型を原案に検討し1週間で制定された。その内容は1908年に便利道書店から、 第二本竹乗り改正定柔術系として出版される。行動艦柔道を含む全柔術流派を統合する形であった。行動艦柔道系の投げの形、型の形、曲の形として残されている。合気道は大東流合気柔術、天神神に洋流、野牛流柔術、神影流剣術などを収めた上柴森平が、 大東流愛機柔術を骨子に創始した武術、武山愛機、上芝流が一般に広く普及。上芝は普及には否定だったとも言われるがされた現代武道である。柔道とは異なり、大武器の技法と腕に対する関節技や投げを中心とした武道である。さらに、富木賢治が愛機道に気刀流の要素を加え、ランドリを導入した独自の愛機道。 富み流合軌道とも呼ばれるを編み出した。いくつかの空手や憲法の流派が、柔術の影響を受けて創始されている。流祖、大塚博則、和道流空手道会祖は、自身が学んだ新党上げ神流とためが流をもとに、和道流柔術憲法を編み出した。ただし、和道流柔術憲法は、日本古武道協会に、柔術流派として加盟していることか、現代武道ではなく古武道である。 空手と書流の柔術や合気道、剣術等を学んだ、小西康弘が創始した空手流派として、浸透自然流がある。直接柔術と関連がないが、柔道で廃れていったアテミ技の稽古のために、生まれたのが日本拳法である。沢山隆司会は柔道をもとに、空手やボクシングも参考にした、アテミとアテミから投げ技への変化の技法を専門化した。 武道として編み出した。近年の新旧市位を重視する各国軍隊の近接格闘術に従術の技が取り入れられていることもある。三歩刀。ただし、従術に限らず伝統武術に共通する欠点である。習熟に時間がかかる割に、現代の戦闘では役に立ちにくい。非実践的な技も多い点により、伝統流派自体の採用ではなく、一部の技の 採用や各国で独自に近代化した柔術技法などが採用されている。柔術は概ね、江戸時代までに起こされた土手武術を指す。武術としての柔術には、現代柔道、合気道、ブラジリアン柔術等は含まれないが、より明確に分けるために、古流柔術と呼ぶこともある。下に記す。また、上記のものは柔術の流れを組むため、講義では柔術に含まれる。 またその古流柔術にも、どの時代に発達した柔術かにより、技術体系が違う。戦国時代特有の条件がある場合の柔術もあり、そういった柔術は自ら甲冑を着込んで、甲冑を着た相手という特殊な条件があり、甲冑病法や甲冑柔術と呼ぶ場合がある。本来、柔術は、日本における、都市武術全般の総称であるが、その流れを組む現代柔道。 合気道、ブラジルで発展したブラジリアン柔術、ヨーロッパで発展したジャジフ柔術、IJF 柔術等も柔術含まれる場合がある。柔道、特に現代柔道、合気道が世にで全国に普及して以降、これらと区別するため、日本古来の柔術を古流柔術という表現を用いて区別するようになった。一部では正式名称であるかのごとく、 そこまではいかないが、多くの人の間でも数十年以上にわたり、定着している。柔術の実践者、関係者の間でも使われる。武術界において、柔術を、組技、組打ち技の意として、使うことがある。例えば、新体道である。柔術が組技、組打ち技が、主な武術、格闘技と考えている人も多い。なぜ、このような傾向になったか原因を挙げてみる。 しかし、柔術には、加納う五郎が柔術を、都市もしくは小型の武器を持つ武術と定義したように、その程度しか、共通理念はない。したがって、当て身技を排除する要素はない。大半の流派で小脇差しや、鉄線や十手等を使った当て身技や、その高くし武器術を伝えており、また死かつ、殺活、当て身の段が存在する流派も数多くありすででの。 当て見技法も深く修練する体系になってる。まだ挙げられていない流派も多く存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。